シャルル三世ドロレーヌは、フランスの貴族、エルブフ公爵。エルブフ公、シャルル二世とその妻カトリーヌ・アンリエット・ド・プルボンの間の長男として生まれた。母方の祖父母は、フランス王アンリ四世とガブリエル・デストレである。アルクール博、フランソワ・ルイ、ビルボンヌ公、フランソワ・マリーは弟。三十年戦争に従軍し、叔父のアルクール博。 アンリの帰化でイタリアとピカルディで戦った後、コンデコー、ルイ二世の部下として、ロクロワの戦い、ティオンビルの戦い、グラブリーヌ法医戦、ネルトリンゲンの戦いに参加している。1657年にエルブ不幸爵位を継承、1661年にルイ十四世の申請が始まるとすぐに、依然父が務めていた、ピカルディ及び、アルトワの知事に任命された。エルブ シャルル三世の紋章1648年3月7日に、アンヌ・エリザベート・ドラノアと最初の結婚をし、マニ1男1女の2人の子女を設けた。1656年5月20日に、V4 校、フレデリック・モーリスの娘エリザベートと再婚し、マニ4男2女の6人の子女を設けた。1684年8月25日に、 フランソワーズ・ド・モントールド・ナバイユと三度目の結婚をし、間に二人の娘を設けた。ありがとうございます。